こんばんは、しげるです。今日は10月18日の日曜日ですね。日曜日です。日曜日、皆さんどうお過ごしですか？大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、日曜日だけど大丈夫ね。今日はね、日曜日なんですよ。遊びました？まあ、お仕事の人もいたと思いますけども、遊んだ？遊んだ？OK OK。明日ですよ。明日何曜日？月曜日？月曜日ですよ。本当に月曜日。月曜日嫌だなっていう人もね、いると思うんですけど。僕もまあちょっと嫌だな。まあ、なんせね、明日仕事かとかね、明日学校か、また学校かとかね、本当明日、本当にもう明日は特にあの日、あれだから嫌だなとかね、本当に。いやー、でもね、月曜日はね、ハッピーな日なんですよ。月曜日は。ハッピーマンデーですよ、明日月曜日という日をいかに本当に楽しく、自分自身で楽しく盛り上げれるかで、もうその後のもう火曜から金曜とかにかけて、週末にかけてもうずっとハッピー、ずっとハッピー、本当に大丈夫なんですよ。大丈夫、本当にね、しげる見といたら大丈夫だから、本当に見て見て、私を見ときなさい、本当に、いや本当に今日ね、見てる人本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。それ以外本当に何も言えないぐらい、本当に見てくれてありがとうございます。本当に、だからこそ見てくれてる人がいるんであれば、本当に明日月曜日は本当に楽しもう。本当に、いや、お前が言わなくても月曜日俺好きだよっていう人もね、もちろんいるでしょう。全然いいんです、全然いいんです、いいんです、それはそれで、まあ、とにかく明日も大丈夫だから、本当に大丈夫だから、明日月曜日楽しもう、月曜日を、絶対大丈夫、月曜日は楽しいから、本当に安心して、なんかあっても大丈夫、本当に大丈夫だから、本当に本当に、しげるがついてる、俺がいる、仲間はいるんだ、仲間はいる、一人じゃない、一人じゃないよ、あなたは一人じゃない、本当に絶対に大丈夫、本当に大丈夫、だからこそあなた自身でできることもあるね。自分で大丈夫だよって言う、自分のこと大丈夫だって、自分は大丈夫だって、大丈夫大丈夫って口に出す、そして自分自身楽しむ、今の状況を楽しむ、どんな状況だろうと楽しむ、そう、それが大事。もう一つ、いっぱい寝よ、いっぱい寝よ、変な付き合いとかいらない、正直に生きよう、正直に、寝たいなら寝よいっぱい寝た方がいい、うまいもん食って、カップラーメンとかほんとうまいよね、ほんとにうまい、あったまるしね、ほんとに、とにかく大丈夫だから、
本当にね、大丈夫、本当に本当に大丈夫、うん、当たり前だけど明日も言うからね、毎日、私は毎日言うからね、あなたのために、だから見てね。まあ僕から卒業してってくれる人もいていいと思う、そっちの方が俺はいいと思う、早くしげるを卒業してほしい、うん、寂しいけどいいんですよ、うん、もうしげるなしで大丈夫って言ってほしい、コメントにも入れてほしいよ、もうしげるは大丈夫だって、しげるなしでいけますって卒業宣言とかください。まあまだ始まったばかりでね、見てる人は多少ね、多少少ない、まあ少ないと思いますけど、本当にでもね、一人でも見てるんだったら本当に僕は命がけで精一杯一生懸命伝えますからね、これからもずっと本当に。ということでちょっと話あんまりまとまってないですが、明日を楽しもう、大丈夫だから、ということでまた明日会いましょうね。本当に今日は早くもうご飯食べて、早くお風呂入って温まって、寝よで、いい夢見て、寝てみる夢ね、寝てみる夢、ちょっと今日この夢見たい、何でもいい、うん、想像して寝るのを楽しんで、そして明日を楽しんで、うん、目覚めた瞬間に思い出して、昨日の夜しげるがなんか言ってたなって、そのうち夢にも出るかもしれないからね、夢に出た時はそういう時だ。ではまた、本当に真剣だからね俺は、うん、よっしゃ、じゃあね、おやすみなさい、しげるでした。